あれ、そういえばこないだのブレソレの時に、あの、なんか台本をね、紙に印刷してたんだよ。そう、で、みんなで始まる前に、30分くらい前から集まって、みんなで流れの確認をね、ずっとしてたんだけど、その時に、あの、ブリーチの話をしながら、みんなで話してて、で、ネネが台本をね、ブラブラブラって確認してて、その音がなんかマイクに乗ったみたいで、ペコラ先輩が、何？漫画読んでるの？今漫画読んでるの？って言われて、あー多分ネネが台本紙ベラベラってしたからですかねって、あ、すいませんって言ったら、紙に印刷したペコーって、すごいって褒められちゃった。そう、なんか心配だから印刷しとこうと思っていたら、え、すごいペコーって、可愛かった。なんかそう、褒めてるペコラ先輩がめっちゃ可愛かったっていう話をしたかったんだよね。そう、あれ、そう、ねえ、なんでも神派なんだよ。なんだろう、みんなで技名言い合いになった時の、あの、ミスんないようにと思って、あの、1番台から13番台までの全ての司会と挽回の言葉を紙に書いてたの。そう、なんか、ニュアンスでは覚えてるけど、はっきりと漢字で読めたわけじゃなかったから、こう間違えちゃいけないなと思って、全部紙に書いて、横に用意しといて、まあ、あんま使わんかったけど。久しぶりにあの、英称もさ、全部紙にメモったわ。血肉の仮面板書を、人の名を冠すものよの続きを久しぶりに紙に書いた。真理と節制、罪知らぬ。夢の壁にわずかに爪を立てようまで久しぶりに紙に書いたわ。懐かしかった。そう。ああ、楽しかったな。